商船三井ビルディングは、兵庫県神戸市中央区にある、近代建築。旧大阪商船神戸支店として竣工したのは1922年で、ある。商船三井ビルと略されることが多い、近代化産業遺産。旧居留地の南、海岸通に面して立つアメリカルネサンス様式の、このビルは、渡辺武士の設計、内藤多中の構造設計によるもの。竣工当時は、 数少ない7階建てという高層ビルであった。渡辺はこのビルを設計するにあたって欧米を視察し、それにより得たものを活かして、テラコッタを外壁に、プラスターを内装に使用する、等、日本初となる技術を数多く導入することに成功している。東京の丸ビル、大阪市の大ビル本館なき今、大正期の大規模、オフィスビルとして現存するものは本物件のみとなっている。 外観は1階部分がルスティカ仕上げの一室みで最上部に半円形のペディメントを有する衣装で建物内部も欧米スタイルで統一され天井が高く廊下が広い貨物用として1台のみ残されている手動式エレベーターは米国 ABC 車製、自動着床装置なしの完全手動駆動扉は外扉が窓付き構成かご扉が真鍮製伸縮扉 インジケーターも、半円形度形式という総建時のスタイルそのままで、ある。ありがとうございます。